一応これですね、オンラインジョブ、ジョブをホストで、マイジョブですね、クリエイターで作成した自作のジョブ、これをレースで、はい、地獄のヌーディストレース出ましたね。おお、すごいすごい。裸村で毎年行われる伝統行事の一つ、多数の行方不明者が出ることでも有名なレース。はい、できましたね。はい、じゃあこれジョブ開始します。おお、いいな。これはまたなんか自由度が広がった感じですね。これいろんなミッションが出てきそうだな。ホストするですね。はい。で、これ自分でも選べるんですね。なるほど。一応 GTA レースにしてオフロードですね。なるほど。クラスはここでオフロードしか選択しなかったので、オフロードだけになるってことですね。気候とか全部できるみたいです。カスタマーオフにしておきましょう。はい。誰か来るかな、これ。ちょっと来てほしいですね。これ大丈夫かな。ちょっと設定が不安なんで、また来ましたね。こんなに多いと多分できないと思うんだよな。これも、許してくださいって感じですね。これ、できなくても。大丈夫かな。ちょっと、想定では3、4人ぐらいが多分限度だと思うんですよね。じゃあこれでいきましょう。 どうなんだろうな、これ。 自分は分かってるんですけどね、これ、あれなんですよね、最後のジャンプのところはちっちゃいバギーとかだといけないんで、これでいきます。 あれ間違えたな、自分以外のやつ。 なんか分かんないな、あれ。武器って普通に使えるように設定してたかな。失敗したかもしれないですね、これ。ちょっといろいろと失敗してますね。しょうがないでしょ、これは。これで。ああ、来た。これは、バイクの人もいる。どうなるんだろうな、これ。予想がつかないですね、これどうなるか。ひどいな、これは。 ひどいことになってますね。ここでみんな落ちていくんじゃないかな。おお、すごい、一人早いのがいるな。ちょっとこれは主催者としては、おっと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 。 ひどい。やられた。ちょっと待って。やられましたね、思いっきり。主催者としては、これ勝ちたいですね。ちょっとひどいな、これは。これはひどいな、いろいろと。早い人いますね、これ。さすがだな。初見であんなに早くいけるもんなのか？でも自分も2位ですね、今。 ちょっとかわいそうですね、これ。でも1位の人早いな。なんでできるんだろう、この人は。早い早い、すごいな。バイクだから いけないっていう不具合がひどいですね、これ。 ここら辺は主催者ハンデってことで許してもらえますか。 ダメだダメだ。ひどい。ちょっと待って。動かなくなった。やばいやばい。何やってんだ。
ちょっと待って、ダメだ、前長押しで復活しよう。あーひどいな、ハマっちゃいましたねこれ。主催者なのにひどいなこれは。いたひどすぎる。あーひどい、やられた。うわー、もしかしてビリ？まさかの。あ、まだ後ろにいるわ。ちょっとこれは参ったな。めちゃくちゃですねこれ。あ、3位だ、それでも3位だった。面白いなこれ。ちょっとバラ設定が広いですね自分の。すごいなこの人、初見で。いやー、こんなバットね。確かにバットね。これは低評価受けてもしょうがないですね。ひどいレースでした。これは改善の余地ありですね、かなり。うわー、ひどかったな。まあこんな感じで遊べますね。よくクリアできたな、この105。やっぱランク高いからあれなんですね。さすがだな。いや、面白いなこれ。これちょっとまた GT オンライン盛り上がりそうですね、これ。いろんなジョブが出てくると。みんなやっぱバギーにしてんな。バイクはだからジャンプできないんですけどね。ちょっと今度は1位狙っていきましょう。誰だ突っ込んできたのは。まさかの。すごいな、よくこのカーブ曲がれるな。すごいすごい、っていうか遅すぎ。自分で作ったのに全然できない。あ、ひどい。これなんかみんなやってくれるのが嬉しいですね。あ、なんか引っかかってる人がいる。あー、撃ってきた。ロケット持ってたか。もうちょっとバランス良くしたら面白いレースになりそうですね。これからいろんなはちゃめちゃなジョブが出てきそうですね。ロケット持ってると圧倒的優位だな。よし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 。バギーじゃあれ無理なんですよね。自滅してかわいそう。ごめんなさいっていう感じですね。あー、危ない。早いな。なんでそんな早く行けるんだ。2位か。でも、1位早いな。まあこんな感じでいろいろと楽しめると思います。
皆さんもぜひこうオリジナルジョブを作って楽しんでみてください。以上、アフロマスクでした。